この前ぐらいの2時間ぐらいは地獄のようでしたよ。この朝が、今日朝方の。すぐゲーム壊れんの。ゲームなんない。あ、ルイン。あ、小屋。現れる恐れあり。ペンティメントかもしれない。トラッパやべやべ。いやーもうさー、野良も向こうなの、負傷なのに逃げて発電機回す、その知恵もないの。もう、ほんとマジで奇跡だと思うよ、野良モブって。負傷状態で遠目行って発電機回せよ。毎回これ、負傷なのに救助行こうとしてんの。発電機回せよ。遠目でよ。追ってこねえんだから。3人になった時に、台数が1台になってるか、2台になってるか、3台になってるかっていうのが大事なゲームなんだ。3人になることを想定してたら何やんだよ。アドリンに回せよ。3人になるときにどうやってやるかなんだよ。ネアガールソンがなんであそこでやられてんだよ。いらないんだって、発電機回すやつが偉いんだって、このゲーム。当たり前だろ、仕事してんの発電機回すやつだろ。ビルがどっち側に逃げたかわかんねえけど、こっち側の探索を行うわ。発電機回ってるなぁ。ネアガールゾーン、ほら見てみな、使えねえだろ。発電機回す、そんな簡単なことができないんだよ。あ、こんばんは。どうしたら
悪い位置にあるよな。戦闘ポイントに入れないな。これさ、紫のあれがある。紫の。あとさ、同じとこ引っかかって、板使って、何回も引っかかるやつってもう、紫のあれがある。多分、罠にかかった瞬間、おずさんがあるらしい。発電機回せよ。ただ、地下なんだよな、ここ。ねえな、発電機。マジで、あれ。どこにあんだろう。一箇所と、あそこの小屋んとこと、もう一箇所がねえかな。真ん中なんか地獄行き、俺が回したとこはそうだよな。小屋もリスキーだけど、行くしかないな。いやもう野良モブって仕事しねえだろ。ここの発電機触りゃいいじゃん。それができないから。野良モブ見てみな。発電機、ネアカールソン見てみな。使えないプレイヤー、これ鬼モスプレイヤーがまずいるから無理なんだよ。鬼モスプレイヤー、ネアカールソンがいると、ほら、常に人を吊るさせない真似して発電機回さないだろ。デッドバイの鬼モスプレイヤーってこのネアカールソンが典型例。みんな見てみな、動画で。発電機触ってねえから、こいつ。一切。お荷物プレイヤーって発電機触んないから。ネアガールソンが普通にやればいいけど、ほら、お荷物プレイヤーの典型例。発電機触らないで、チェストアサリとかトーテムとか余計なことやる。うん。いや、これ、ネアガールソンが回してれば勝つゲームだよ。ネアガールソンがとにかくひどい。やってることがね、やってることがもう嵐と一緒だもん。見てみな、こいつ。この最低プレイヤーの仕事。ほんと。発電機回さねえの。あともう一個があそこだったんだ。いると思わせるか。ここだったら戦えるな。ほんと。ほんとね、見てるよ、冷静に見てる人ね、ネアカールソン邪魔でしかないっていう。一人ハンデ抱えてんの。デバフ入ってんの。発電機回さないやついんの。で、ほら、無能プレイヤーのもう代名詞。俺と真逆、チェイスの場所がプレッシャーかかる位置。俺、動画見ればわかる。俺が倒れた瞬間、発電機が余裕で救う位置チェイス。俺はね、パワープロで言う、チェイス能力は C と D。C とか D だけど。C とか D の能力だけど、チェイス20まで持ってるから。走塁と、いや、まあパワープロ知らない人に言うわ。走塁 B、A。A の方が数字高いんだよ。早いんだよ。でも、盗塁、20丸持ってるってことはスタートが早いんだよ。
あげてもらうか。縦に分かれて僕の方に来ました。僕の方は逃げられないです。じゃあもう、あ、僕の方に来ました。罠があるから厳しいけど、ネアカールソンがずる賢いやつが何も働かねえやついんだぜ。何も働かねえやついんだぜ。逃げてください。ほんとズルカールゾンっている、ほんととんでもないあのデバフか、嵐に近いやついるよね。はい、これがヒロちゃん。あのね、野良の典型例のね、あのダメプレイヤー。動画見ればわかるでしょ。ネアカールゾンは発電機回しましたかって話なんですよ。僕が言ってるのは。触ってないですよ。こいつは捕まってから触ってないですよ。一度たりとも。マジで奇跡。負傷状態になったら発電機触らなくてもいいそうだ。で、無駄な行動して。見たでしょ？お笑い行動。負傷時で発電機回すやつが優秀。遠目に行って。負傷時でジルの救助に行ってやられてるやつなんてもう論外。うん。絶対そうだから、もう。見ればわかるもん。人のあれは。イエローがあったら、なおさらあれじゃん。どっちもあるやつじゃん。あれじゃん。どっちもあるやつらに、要するに。よくある典型例だね。ウルレアとベリーレアで。参考試合にしかなんないっつの。勝手に勝ったと思ってるのがね、あの、モバイルキラー。ウルレア使って勝ったって言い切ってるのがモバイルキラー。モバイルクオリティ。モバイルキラーのクオリティはね、それで勝って喜んでんの。うん。それで勝って、普通に勝つに決まってんだろうっていう。キラーが有利になるものを使ったらキラーが有利なんだからキラーが有利になるでしょっていう話。これ勝ったら参考試合に留めるのがまともな人よ。うん。モバイルはね、使わない人の方が珍しいくらいだ。うん。ほんとそうなんです。モバイルってね。